野菜任していいですか？私野菜切りますよ。じゃあ結構不安だけど、なんだお前これで結構。おーなんだ、あった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 。あれ、すごい料理できんじゃん。え、うっせーなー。え、なんかちょっと今まで動画できないみたいなキャラやってたの。めっちゃ料理できるよ。うるせえ。もうオタクの悲嘆とひたすら芝居に絡んでる。それでやっぱ入ってくる。は、次行けないの早くしまっていいですか？うっせえタコ。早炊き30分タイマーつけます。スタート。で、これを打ち置いていく。はい、まあ30分待ちましょう。消えてない？消えてない？ちょっと消えてるってね。消えてるやん。消えてるって。消えてやー。昭和消すなって。大丈夫？大丈夫だから。心配、心配すな。心配すると火が消える。哲也、火消えてる。危ないって。危ないって。危ない。哲也、人参焼いといて。焼け焼けよ、哲也。あーあーあー。意味が分かんないから。あの日の悲しみさえ。手にかぐった。あいつ焼けって言ってたぞ。あー待って。わー終わった。馬の餌だ、馬の餌。うちの野菜担当がゴミだった。はいはいはい、馬の餌でした。え、こんなカレー見たことない。いよいよ肉を火にかけますよ。よいしょ。年の試験の試験なんで。ほらジューって、ほらいい感じにね、色がついてきましたよ。野菜をもう入れちまってくれ。ジュワー、一個一個。ダメだよ、ダメだよ。いや、俺はめっちゃ楽しむために来てんだよ今日。ちょっと落ちるだろ。あつあつ落ちいせん、これ。火力、火力。あっ、え、なに俺めっちゃ砂入れたよ。ごめん、砂入れ。おい、砂めっちゃ入ってんじゃないか。おい、かけんなよ。ということで、完成しました。まあ、せっかくですのでね、開封するとこちょっと見てみましょう。はい、うん、じゃあ、まずそちらから。はい、じゃあ、カレーもこんな感じですね。はい、わー、いい。はい、そう、お米。はい、じゃーん、うん、おー、はいはいはい、どうすか出来栄えは。お米ちょっと水多かったかな。ちょっと多かったね。一方心配されていたこちらのチーム、はい、うん、カレーこちらです。ドンドッ。おー、おー、はい、いいじゃん。まあ、何にも悪くない。まあ溶けてるけど、うん、全然うまいです、うん、絶対問題ないっすね。うまい、ね、馬がこうやって下から。馬ではない。馬いるな。馬と砂利だね。まあ砂利も入ってる。砂利入ってる。馬砂利カレーですね。で、あとお米。はい、はい、こちら。おー、はい、おー、これいいね。米プロ任せてくださいよ。米プロだ。哲也、神ゴッドライス米、神ゴッドライスシーン。哲也、ガーンってやるんだよ、半後は。ガッ。いや、そうよ、そうよ。顔つけよ、顔つけよ。じゃーん。なんでだよ。ね、だからさ。みんな食べてみましょう。はい。いただきまーす。いただきまーす。うまっ。うめぇ。うまい。うまっ。めっちゃくちゃうまいわ。気持ちいい。うまっ。最高だ。はい、第2位、カラフルなもの。おお、これは予想してない人多いじゃないか。さあ、それではお出しください。せーの。はい、おーおー、なるほど。これはさすがに、これはさすがにりょうさんですかね。ありがとうございます。さあ、りょうさん、それは何ですか？これは僕の友達のりょうすけ斎藤っていう、なんかまあ無神経な男が描いた絵ですよ。そしてなかなかいいカード切ったじゃん。そうですね。俺カレー出してるからね。あ、そうですか。ちなみにそれは何のお題に対応するために用意したカードなんですか？なんだ、みんな大好きなもの。2日目のお昼になりました。一体いつになったら僕は着替えるんでしょうか。1240円の残金でね、なんとかついに買い物をしてきました。今回買ったものがこちら、業務用のカレールーということで、こちらが税込み415円ぐらいだったんですけど、なんと50皿分のカレーができるということでね。でね、あの皆さんご存知の節約仮面さんのね、チャンネル見たんですけども、そこであったね、究極の節約カレーというね、あの有名な動画を見させていただいて、こちらのキャベツ2つ合わせて260円ぐらいですね。具材はもうこれだけです。ちょっとこれだとお金が余るということでね、うまい棒30本入り、これがなんとね260円ぐらいかな。ちょっと生きていけるんじゃないかなっていうね、希望が出てきました。早速カレーをパンパン作って食べていきたいと思います。普通さ、カレーのこの後ろに書いてあるさ、作り方ってさ、なんか4皿分とかさ、そういうのじゃん。作り方が50皿分なんだよね。ワイルドすぎるでしょこれ。はい、こちらみじん切りにしていきます。これをね、鍋にぶち込んでいきます。さあ、10分ほど煮込みました。じゃじゃん。そしたらカレー粉をね、入れていきましょう。とりあえずざーっと入れてみて、あ、めっちゃいい匂い。とろみが出るまで足していきましょう。はい、こんなもんにしときます。これであとはしっかり煮込めば完成。
ここに約ね70円分のキャベツが入ってるんで、まあ、それをちょっと分けて食えば一食20円ちょっととかそんなもんですね。一食20円のカレーができた。すげー。さあできましたカレーですよ。はあ久々のご飯いただきます。うまい。うめえぞ。いや贅沢品。これで10円もするんだぜ。いただきますね。めっちゃうまい。そんな2日目の夕方でございました。アイキャッチ。ちゃんと出来立てで届くっていうところもやっぱいいところですからね。シーバイツ確かこういろんな国の料理も食べれるから、うん、どうすんならなんか変わったやつにしようかな。そう、ね、それじゃんラリーはねインド料理。あ、いいじゃんこれ。ああこういうカレーとナンのセットとかね、うん、はいはいはい、はい、いいじゃん。じゃあ僕それにしようかな。やめてこう。やめてやめて。いやいいよいいよ。なんでもいいよ。あ、待って逆にシーバイツが電話来た。え、そんなことあるの。そんなことある。あ、切れちゃった。じゃあちょっと電話してみましょうかね。あ、もしもし。どうも、シーバイツさんですか。あ、そうです。ご注文よろしいでしょうか。あ、どうぞ。チャーハン一つと、ステーキプレート一つ、あと3種のチーズ牛丼、バターチキンカレーとナンのセットで。はい。これで変なのついてるの。これ丸見えだもんね。ちょっと見よっか。あ、上乗ってんな。なんそのまま。え、食パンをグッてやったもんじゃない。そのようですね。食パンこうですね。いやでもカレーは美味しい。カレーは失敗しないっしょ。何用がないんで。じゃあじゃあ。うわぁ。今の全員のうわぁとかじゃなくて。うわぁ。すごくない？なんでこうなるの？え、これ大丈夫？ステーキの間違いでしょ？うわぁ。あ、一応米ある。あ、なんかうまいのかもしれない。マジ何が何だか分かんない。うん、うわっ、うわぁ、まずはい。この中身は何だろうな。即興でございます。死ぬけ。死ぬけ。死ぬけ。はい、どうぞ。なに？なにこれ？ねえ、ねえ、後頭が何やってんの。そこはそこで何やってんの。笑いすぎて壁に頭打ちやがった。ねえ、はい、答えをどうぞ。カレー正解。ということで以上、今日のセカンドチャレンジでした。バイバイ。じゃあ3回戦いきましょう。頼む、マジでいいとこが来てくれ。フォーカード5枚雑魚じゃないです。それはまずいですね。それは雑魚なんですね。いいでしょう。いきますよ、せーの。え、りょうさんは何のスリーカードですか、これは。いや、ストレートが強いのかな。強ー、それ。ということで、鉄千葉チームはカレーを2皿食っていただきます。なんでジョーカーにもおかしい。いや、ちょっともうシャッフルさせてください。マジで。でもさ、今カレー食うのが一番いいと思う。俺らは人参を無にすることができる。カレーの中に入ってたの。俺らはカレーを食っただけで、ここは人参食ったやつだ。うわー、これな。10がリンゴだったじゃん。10を一番頭にして出した方が良かったのかなっていうジョーカーの使い方ね。バーモンドカレーだったの。違う違う違う、カレーもないから。これが1ですね、これが3ですね。うちのカレーはどこのスーパーでも売ってる普通のディナーカレーなんで、もう一目瞭然なんで。ディナーカレーって言いますと普通の量ちょっと高いので、やっぱりこれ寄付優勢しか買えない。100円200円の差です。その特徴が明らかに出ていると。出てる。一番うまい。うまいです。ありがとう。一方としみつは、あ、うまいね。うん、こっちはなんかダマダマしてるわ。それでは一番のカレー、どちらのカレーですか。一番のカレーは量のカレー。おー、いいー。ふざけんなよ、おい。何もふざけてねえんだよ。自分だけふざけたの。まあ、わかるわ、当たり前。見たら超わかった、ちなみに。俺は4人のカレー全員当てれてた。すげえな、カレー屋さんじゃん。自分何それ。カレーの粉を使うのはダメでござる。今回は皆さんがスパイスからカレーを作ると見せかけてるを作ってください。スパイスの手に入れ方が心配なんだけど、わかる？え、いや売ってるし。売ってるよね。オッケーです、じゃあ、うん、やばい。おい、絶対にこいつが昔作ったカレーの美味しい画像載せてるからな。わかんないよ。緑とパサパサのヨーグルトを一時漬け込んでやつ。絶対の人の。ミラクルチームでーす。起こすよ、奇跡。まあカレースパイスっていうことは分かってるんでね、何で固めていくかっていうことが重要だよね。今回ルーの固形にするために買ったものはなんと、はい、ローションでございます。
少量のローションとスパイスなどの材料を混ぜて煮詰めて、いい感じにね、まあ見ながらやっていきましょうということで、まあいい感じにね、やりながら考えよう。はい、エリアが考えましょう。はい、買った調味料、リンゴ、ターメリック、ガランマサラ、ナツメグ、コリアンテ、グミン、カルダモン、ローストオニオン、ペペですね。カルダモン、メインもカルダモン。俺が殺したやつじゃねえか。ふざけるだけが仕事じゃねえってよ。わちゃーでねん。まあまあまあ、見た目はちょっとあれですけど、ウニですけど、まず出しましょうか。はい、てか、すでにカレーっぽい。カレーっぽい、弾力ある。なんか、ちょっと糸引いてませんか。あー、一応ローションかな、これ、うん、一応ローションかな。まあまあまあ、食べてみんことにはね、食えないわけじゃないですか。食えないわけじゃないですか。一応確認だけさせてほしいんですけど、うん、こっそりウンチ入れてないですよね。本当に大腸菌とかあるんで。なんで答えないの。あー、なんかそれもったりしてる、すごい。まとまりが良いカレーだな、これ。じゃあいただきます。はい、おー、いった。うまそうでしょうか。ねえ、手止めて。お湯あらがえてんだけど、ここだけでなんで。あーあールーガムだけ破り、ルーだけ。うん、それはダメだ。気持ち悪い。うん、拷問してるわ。はい、いや、お腹すいたな。カレーが食べたかったので、ココイチでカレーを買いました。10辛を食べたいと思います。もうね、あー、顔がしびれた、痛い。戦ってるところ、戦ってます。あー、食えねえだろ、普通に。食えねえだろ。テクニカルノックアウト、僕、アバチの順番取ったから。自分の中では最初だった。一番最初なんだね、気持ち。だいたいテレビはこうなるように作るからね。そう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 。俺ら変なガタガタだから。テレコとかあるけどね、別にね。絶対にピークは来ません。今日の動画のピークは終わってます。お腹いっぱいですよ、もう。哲也さん、はい、お願いします。カレー出てくるかもしれないから。いきますね、はい、はい、僕のテクニカルノックアウト、こちらです。よーし、カレーができたぞー。